どうしたの？何がどうしたって？腰が痛い、肩は痛くないんですよ。割とあちこち痛くなるね。この前膝は、もうおばあちゃん？あ、うん、クソババイ。まなみばあちゃん？違う、クソババ。痛いな。可愛くてしたい。ドキンちゃん、コキンちゃんか。ドキンちゃんだよ、好き。横向き。エロいですか？残念。ねえねえ、エロいですか？残念。そのぐらい黙った顔してるから。そのぐらいじゃうちのチャンネルは。いったちょっと待って、片足がさ、うざい、エロいよ、エロいですか？こんなんで、片目だ、足開くな、バーカ。興奮してるって。何言ってお前の考えが。いった人生は人それぞれ。いったくすぐったいんでしょ。いた、ゴリって言ったもんだって聞こえないですよね、そんな人のさ。なんか泣くんでしょ。泣かない、泣き泣き。じゃ今日、うん、なんか一人だけなんかライブで、うん、アンコールタイムがあるんですけど、うん、なんか一人だけアンコールされなくて、うん、いやしかも、なんかえみたいな、なんかえってなって、うん、えみたいな。それ誰？え誰って、私で落ち込んでんの。うん、泣いてた。泣いてない。君の涙がみんな見たいんだよ。キモ。あ、今ね、ドSキャラで行こっかな。ドSやん。キャラとかいろんなことが変わるよね。あとあの、お前少女リーダーでしょ。はい、そうですけど。はいはいはい。はい、どうぞ。明日、はい、明日、はい、助けて。明日は、明日は、はい、マナミたちだけのライブ。マナミたちだけのライブ。そう、だから子供で。だから、ガキーズで。ガキーズでライブ。頑張る。けど、最近、あ、いいや、また話変わったって言われる。いいの？鼻が詰まってて。マジでなんか、年中無休で鼻詰まるんですけど。鼻水吸ってくれる。2万2000の男は冷静に撮ってるからね。くすっとも笑わないからね。あの人でも、なんか多分マナミのことエロいって思ってた。バカじゃない、誰が思ってない、思ってないですか？思ってるですか？思ってる、怒ってる、怒ってる、怒ってる、もういける。誰が高校1年生のガキに。そうだね。あなたたちパンパンなんだもん。マジか。悪口じゃない、お腹が悪口じゃない。でも言った、ちょっと待って、痛いとこが悪いとこ、力抜いて。痛くないわ、別に。痛くないわ。痛い。顔ブス。ハンカチ、20個隠させて。え、真面目にいつから腰痛いの？真面目に言うと中3。ちょっとそっちは、あいだあいだあいだ。こんにちは。偉いですか？知り合いなの？はい、あの愛人ですけど、うん、ね、逆ね、ほら応援少女なのいいの？いや、あのいいタイプの愛人ねえ、ななみ困った時にだけ振ってこないでくれ。ななみがね、最近冷たいの。冷たくない。暴力ばっか振るからだわ、ななみに。ドSキャラだから。キャラとかじゃない、ドSない。のね、うん、なんか、うん、最近、うん、腰が痛くて、あ、悩み、そこへ戻るの？うん、だってそういうチャンネルですよね。ありがとう。優しい。今さらそこし、そこへ振ってくれ、戻ってくれるんだね。うん、はい、そうです。いったー！ちょっと待って。ちょっと助けて。ね、何、ドSキャラもしかして。引退だけでしょ。じゃあドMキャラになって。気持ちいい。なんなん。ドMですけど。あら、怒られた。痛い。ここ痛いよね。痛いです。あとこっちのこのケツ。ケツ。お尻のところ。置いとくとですね。そこ。どうぞ。それなんだ。痛いな。痛めてね。大丈夫？何が。ファンのために踊るんでしょう。いや、自分のために踊ってますけど。あ、言っちゃった言っちゃった。サンピリョーピョン。サンピリョーピョンね。サンピロンポン。リョーロン。サンピ。ねえねえ、サンピリョーピョンってやって。も。
生産は舐めてるんですよ。じゃあ、まなみがやること想像じゃん。生産さっきの声だけの登場の人はちょっとこの髪は漏れなさすぎる。いいよ、じゃあ後でさ、やってもらえないあ、加工してください。めちゃめちゃに加工しておいてください。え、で、賛否両…YouTube そんなできないもん。賛否両本論。賛否両論あるんだと思うんですけど。赤ための人にしよう。ねえ、何聞いてあげてる。賛否両論あると思うんですけど、うん、なんか踊るイコール運動イコール痩せるじゃないですか。バカじゃない。で、なんか前まで、中1とか小6の時まで、うん、私純粋に踊ってたんですよ、踊りを。でも最近応援少女になってから純粋に踊らなくなった。あ、そう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 、マジそう。応援少女になってからなんか流せないから、ちゃんとほらアイドルでしょ。応援少女になってからマイナスすぎだろ。アイドルを始めて何年か経った頃に総監督に怒られるよ。総監督にリーダーって言うと怒られるから。あ、そうなんだ。あ、そうです。有田さんに怒られますよ。あ、で、うん、なんか最近痩せると思って踊っていった。待って、エロいですか？エロいですか？待って、膝の、おい、膝伸ばして、腰痛くない？痛くない。後ろ痛くない？痛くない。遠慮しなくて、どうすると痛い？痛くな、なんか、あ、少し楽になった？はい。その飛び切り笑顔、はい、ください。いやなんでそうふざけるかな。はい、行くよ。じゃあ強制する。秘書検定どうなったの？秘書検定違ったっけ、はい、検定、何の検定？簿記検定。簿記ここで頭突っ込んどいていい？だから話聞けよ。簿記ビジネス計算と思って、待ってなったごめんなさいわ。すまへんでした。反省しなさい。アイドルでしょ。アイドル枠で出てるんだからね。あ、マジか。お笑い芸人枠だと思った。ね、なんだ、ちょ、芸人枠だもんな。で、ちょっと20号だけ。じゃあアイドルだろ。ねえ、痩せたら芸人枠だ、企画できるのかな。無理だよ、どうやったら。あ、性格か。え、こっち直る。ちょっと待って、ダメなんだよ。あ、体細くなった。反対。ああ、これ絶対 YouTube で使われないところなの。絶対使われんで、このカメラ宣伝しとこう。あの可愛く編集してくださいって言わなきゃダメだよ。エロくして可愛くしてください。可愛くしておいてください。お願いします。マジでなんかこの足開くな。ちょっとよだれてる。トークありすぎ。上向いて、上が向きが音の一番ブスなのに。そうなの。マナミだってだけじゃない。二十号なるからかな。見て、もうこれナナミしか映ってない。でも気持ち悪い。バイキンちゃんの、え、確かバイキンちゃんだし。ドキンちゃん、バイキンちゃんし。マナミの足やん、それは。力抜いてくれ。よいしょ。いった、マジで。よいしょ。とかれた。映ってますか、これ。はい、起きて。皆さん、これ見てください。タオルって言います。え、やってください。エロいですか？やってください。何やってんの？え、これ靴脱がなきゃエロいですか？それがいいです。ねえ、見て、エロい、エロいって。これせっかく新しく買った靴下なのに穴開いてんですよ、ほら。エロいですか？ちょっと恥ずかしいんで。ねえ、前撮んの今エロい。脱げればいいじゃん。加工してください。エロいですか？いや、エロい、嫌です。足臭い。いや、まだ見の方が臭いです。